上をしてきたことに基づき、日本の天皇家が今後名称を変える必要は必ずある。その時にどういう名前を使っていけないかは申し上げました。さらに、親を表す言葉を用いた場合も、アマーの命令に背いたと見なし、例えば父とか、ね、そういったことを、あるいは国父とか、そういったことをもし用いた場合は、速やかに日本国を解体し、日本政府中に民主民族、新国家樹立となる。その時は、得た否認が、あなたの君主とならざるを得ない。